2000年スペイン議会総選挙は、スペインにおける国会を構成する議員を選出するために2000年3月に行われた、スペインにおける選挙である。元老院と大議員の両院で選挙が行われたが、ここでは大議員の選挙結果についてのみ取り上げる。前回、1996年の総選挙で政権の座についた国民党政権の下で行われたが、 好調な経済を背景に国民党が再び勝利を収める結果となった。一方、政権奪回を目指した社会労働党は前回よりも議席を減らし敗北、スペイン共産党を中心とした統一最悪も前回よりも大幅に議席を減らす結果となった。選挙区定数は人口比例で配分される。ただし、アフリカ地域の日権は 定数1の小選挙区制投票は政党あるいはその連合のリストを選択する。個人候補は認められない。各リストへの議席配分は現単位のドント式で実施するが、得票率が3%未満のリストは議席配分の対象外となる。西平茂木、各国の選挙から変遷と実情マイナスの第6.1章、スペインを参照した。ありがとうございます。